はい、皆さんこんにちは、サンデーです。で、今回ですね、もうタイトルを見てわかると思うんですけども、国内の、コスメで、なんと海外のコスメのドゥブ同じものっていうのを、見つけたので、今回はそのコスメたちを使いながら、チュートリアルをやっていきたいと思います。で、こっち側に国内で見つけたコスメたちと、こっち側は海外のものです。一応メインとしては、パレットになります。他のね、似てる商品っていうのはあんまりまだ、自分が持ってる中では見つけていなくて、あるものを使ってやっていってます。で、最初ね、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、これこのビデオね、撮り直してるので、最初ちょっと飛ばして、今もうベースとかもうつけているんだけど、ちょっと紹介させてください。下地、部分下地なんですけども、国内のはこのセザンヌのものを使っています。セザンヌ毛穴カバーコンシーラーっていうものです。で、海外の似ているやつっていうのはこのシティカラーのプライマーになります。これは部分下地っていうもので、オイリーとかな部分、皮脂が出やすい箇所、Tゾーンだったりとかの皮脂を、コントロールしてくれたり、セザンヌにも書いてあるんですけれども、毛穴のカバーをしてくれるコンシーラー付き下地みたいな感じです。テクスチャーとしては、まあそうですね。まあシリコンまではいかないけど、クリーム感とも言わない中間の感じ、まあ塗ったらサラッとする感じですね。で、塗るとちゃんと毛穴をこう、なんだろう、詰めてくれるっていうか、そう、開いた毛穴の中に入って、それをサラッと仕上げてくれるっていう感じの下地でございます。これを使っています。で、ファンデーションに関しては似てるものはあったんだけど、似てるもの、なんかこうみずみずしい感じのプライマじゃないファンでもあれば、ものすごくマットな感じの仕上がりのファンデーションがすごい似てるものあったんだけど、ちょっとね、似てる色を持っていなくて、残念ながら今回はファンデーションは一つのもので、久しぶりにレブロの、カラーステイと、マックのスタジオフィックスを使っています。で、それを混ぜた感じですね。で、眉毛に関しては眉毛も、似たものがなくて、手元に今なので、ちょっといつものカラーポップのポマードを使っています、今回は、っていう感じで、ベースは仕上がっています。で、パウダーはセザンヌのものを使っています。そんな感じで、でもメインとしてはこのパレットたちが似てるっていうのがメインとして、このビデオが成り立っていくので、早速もうアイメイクの方をやっていきます。そしてですね、ちょっと話長くなるけど、このビデオに関しては友達のサミちゃんとコラボをしています。なので、サミちゃんの、動画を下のところにリンク残しておくので、もしよかったらそちらの方も遊びに行ってみてください。まあ、今回はいつも彼女はスペイン語で動画作っているから、今回日本語混じりなのかわからないけど、まあ、興味があればっていうか、ぜひ行ってみてください。多分彼女も似たパレット、国内のものと海外のものを使ったメイクしているので、よかったらそちらの方にも遊びに行ってみてください。ではこのチュートリアルを始めたいと思います。はい、で、国内のものなんですけども、これは前に違うビデオでも紹介していたパレットなんですけども、エンジェルハートっていうパレットになります。これはエンジェルハート10カラーアイシャドウ01ブラウンセレクトっていうパレットになります。私はドンキで買いました。で、ここら辺だとね、ほんとドンキでしか見かけないから、ちょっと他のところであるのかわからないんですけど、ドンキはなんかありますね。2店舗ほど行ったことあるんですけど、2店舗ともこのエンジェルハートを置いてあります。で、このパレットがなんと海外の有名なタブランドのパレットを混ぜたパレットっていう感じで発見をしてしまったんですけども、で、それがなんとですね、まずは一つはこちら、フダビューティーのパレットになります。最近出たやつね、最近、一番最新のやつですね。これの中のロイヤルっていう色があるんですけども、この色が、これがね、似てると思って、
これね、発色めちゃくちゃいいの。今ちょっとね、撮っただけでこんなによくて、で、これがここにちょっと多めに塗っちゃったけど、こんな感じで、フーダさんですよ。ちょっと撮りまーす。こんな感じで、ここに広げると、よいしょ、わかります？こう似た感じ、すごい似てません？これ残念ながらね、このパレット全部が似てるわけじゃなくて、この色だけが似てました。 YouTube でも結構有名で、 Instagram でもすごく有名なモーフィーのパレットになります。これは 35F っていう、パレットになるんですけども、まあ、マット色はここの1列だけで、あとは全部、キラッとしてるメタリックな感じのアイシャドウたちになります。これがね、似てるの、似てる色が多くて、自分が持ってるパレットたちでどれが似てるかなと思っていろいろ試したところ、一番多いのがこのパレットね。で、今見せたこの色たちはこの中にはないっていうか、まあ似てるのはあるんだけど、例えばこれとか似てるけどちょっと違うかなと思って、若干似てる、こんな感じ、ちょっとだけ、なんだろうな、ピンク紫感がちょっとまた違う感じ、この色なんですけど、これがこんな感じですごく綺麗な色で、ちょっとハイライトにも使えるんじゃねえかってぐらいに綺麗なのね。で、これかな、そう、これだ。で、似てるのがこれ、すごく似てると思うの、モーフィンの上から2番目のこれ、これね、これが似てるなと思って。で、この緑がこれね、これが結構かっこいい色なんだけど、こんな感じの色、こんな感じ、わかる？少しね、似てるかなーと思って、これこの色、こんな感じ、ちょっと似てるかなって感じ。これはこの色、これそう、全部が似てるわけじゃないんだよね、残念ながらね。で、一番似てほしいやつがね、なかなか難しくて、唯一マットマットしてるこれ、これなんだけど、ちょっとね、これはね、いろいろなパレットで作業したんだけど、ちょっとね、難しい。これはちょっとね、見つからなかった。残念ながら。こんな感じの茶色なんだけど、なんか近いのでこれかな。こんな感じ？このパレットで言うと、この色が一番近かったかな。他のパレットでも探したんだけど、ちょっとね、難しくて、なくて。あとは、あとの色たちは、ちょっとなかなかない色たちでした。はい。そんな感じかな。まあ、こんな感じでね、結構だいぶ似てるんじゃないと思って、では早速、始めたいと思います。こんな感じで、ノーカットね。これね、わかります？これそっくりでしょ。これに私はびっくりしましたじゃあこのまま使っていこうと思います。まずこっち側ね、間違えてないよねポンポンと置きます。
ちょっとボケてたかもしれないけど、こんな感じです。で、次、もう一個ね。すごくないですか？もうそっくりだよね、色が。ちょっとレンドウォッシュ。レンドウォッシュパレットのトーンが上がったの？ちょっと。こんな感じ。アイラインを引いて、そしてつけまをつけます。これはまあ飛ばしますね。はい、そしてこんな感じで、まつげとアイラインして、もっと目がパッとなった気がします。本当に似てるよね。本当に私はこれはねびっくりした。で、あとは口紅ですね。今回はこれはね、海外のものなんだけど、日本でも運が良ければ見つかるブランドになります。それがこれのエッセンスのリップライナーなんですけど、私は結構、リンメルだったりとか、あとインテグレートとかもそうだけど、をリップライナーを口紅みたいに、だから全体に塗ったりして使うこともあります。で、私の気に入っている色が何番だろう、LLP07 ってやつかな。これは名前がロングスティングリップライナーの LLP07、 まあ07ですね、07で、国内で似ているのはこちら、チフレの240番になります。この色合いたちがちょっとね似てるんですよ、なんとなくね、なんとなく。ただまあこっちは一応まあちょっと気持ちマットなんだけど、こっちの方が断然マットです。じゃあ塗っていきます。こんな感じで、よいしょ。で、チフレの方も塗っていきます。まあ、マット感は全然違うから、そこはちょっと無視ってことで、色合いがすごい似てるっていうことなので、こんな感じですね。若干ちょっと暗いけど、でもパッと見結構似てるかなーって感じです。はい、はい、そしてこんな感じでこのルックが終わりました。で、最後にね、ちょっとお母さんから電話来て、ちょっと電話しつつだったんだけど、ハイライト、OK、ハイライトで似てるものを見つけて、それが有名なブランドジェフリーさんのプリンセスカットと、セリアとかキャンドゥで買える AC ハイライトパウダー M02 番っていうものなんですけど、私はダイソーの花高よりこっち推しで、こっち派なんですけど、で、これ大好きで、でも全然これが似てるっていうの気づいてなくて、ほんのりこっちの方がシルバー感があるっていうぐらいなんだけど、一見もう見た目は本当にもうそっくりで、本当に似てるなっていう感じでした。こっち側にこれこんな感じって感じです。で、まあこんな感じでこのビデオが終わるんですけども、意外とね、国内のコスメで海外のものに似てるものがあるんだなっていうのを改めて、分かって、これからもうちょっとね、いろいろ探していきたいなと思っています。ここまで見てくれてありがとうございました。そしてね、もしよかったら何か似てるコスメあるよっていう情報があれば、ぜひ共有お願いします。コメントね、シェアしていきましょう。今日の動画を終わりたいと思います。
最後まで見てくれてありがとうございました。ではまたね。